皆さんこんにちは、やすさんでございます。今日はですね、夏ということで海水浴に、今ですね、兵庫県は竹の浜海水浴場に来させていただいております。もうね、お盆も過ぎまして、8月後半ということで、また今日は天気もね、やっぱそんなに良くないので、お客さんもまあそんなに多くないのかな。寒い、冷たい、冷たい。あ、そう、そんな冷たいんや。ここちょっとちょうど耳栓。そりゃそうやろ。ひら寒い、気つけていかなかんで。うん、海の家のね、楽しみといえば海の家グルメ、なんか食べようかな、せっかくなんでね。楽しんでるね。ボンの時はすごい人やからね、もうほんと空いてるわ。ダメ、流されな。竹の浜でですね、海水浴を終えまして、今夜のお宿、木の先温泉にやってきました。はい、今回ですね、前にお世話になった大和屋さんというね、宿にね、今から行こうと思います。今日はね、ちょっとあいにくのね、天気模様なんでね、ちょっと空はぐずついてますが、温泉街はとても賑わっています。で、今回お世話になるお宿がこちらですね。はい、大和屋さん、約1年ぶりにね、お越しいただきました。いらっしゃいませ。恐れ入ります。はい、はい、去年ね、お世話になったのがこちらのお部屋でしたが、今回はこちら9の部屋でね、お世話になることになりました。じゃあ入ってみましょう。パパ、じゃあ、もう温かいお茶飲んでる。はい、もうね、すでにね、子供たちは中に入ってますが、なんと今回はこちら、じゃん、ベッドルームがあります。で、こちらに行くと洗面台があって、で、こちらが今になってますね。もうすでにね、布団敷いてありますが、とっても広い。で、空気清浄機があって、で、椅子、こちらだとね、マッサージチェアになってます。で、ここから外が眺めれますが、どうなってるんでしょうか。あ、ちょうどあのメインストリート沿いやね。あ、とりあえずね、汗もめっちゃかいたんで、まず大和屋さんのお風呂に行きましょう。これ降ります。はい、これ行ったことある、行ったことあるで。開いてるかな。あ、閉まってる。これをね、こうやって変えんね。そう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 、これで OK。 はい、行こう。これで誰も入らんの。そうそう、あ、そういうことね。そういうこと。で、あれ、あれはさ、後ろでなかったら入浴してないってことが分かるんですか。そうそう。じゃあこれでみんな入れるってことね。うん、いいよそれ。おお、見たことあるわ。え、覚えてるやろ。覚えてるわ。あら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 、おお。城崎のね、駅前のストリートに来ましたね。ここはね、食べ物屋さんとかが多いので、やってるかな。前に来た時ね、やってなかったからね。こうやってるわ、こうな、この店やってる、ここやな。今日の晩ご飯は海鮮物を食べに来ました。さあ、来ました、ビール。はい、じゃあ乾杯しようか。はい、はい、僕は無理やで、ね。うん、いや、私は水でいいで。はい、乾杯。はい、はい、私は乾杯。たぶん、これじゃない。私パパハーディー、うまい。車エビのお作りです。美味しそう。見て、ほら、ほら、ほら。お、いた。なんて言えば分からん。何やねんそれ。なんかさ、味噌みたいな。
ダチョウくんって食べられますか。もう一回食べるかと思ったんです。コリコリ。え？コリコリ。コリコリうまい。うまい。パパあの。ん？これと。めちゃめちゃうまいやこれ。コリコリしてるでしょ。やばい。うますぎる海鮮丼です。そう、これがちょこっと海鮮丼。ハルトもちょこっと海鮮丼ね。あ、来ました。カニ刺し。あれパパ熱くないやん。どうやって飲む？じゃあ一つ。怖い。カニって美味しい。美味しいよ。僕は子供はちょっとだけ苦手かも。うん、全然美味しい。もっと美味しい。ガリガリする。どう？どう？こんなんあるん？美味しい。え？こんなんある？やばいやろ。こんなん。パパもジャム食べたないやん。ほら。いいね。甘えびひきやん。うん。いくら？めちゃめちゃうまい。ごちそうさまでした。あ、めちゃめちゃ美味しかったな。パパ最高最高最高だったね。美味しかったね。あ、重かったな。これお刺身にして食べたらいいんじゃん。でっかっ。いやでも死ぬかもしれん。めっちゃピンボケしてる。すごい器用だね。落ちないで。なんか雲かと思った最初。パパそれつくんじゃん。逃げた逃げた。ああなんか夕暮れの雰囲気が素敵やね。いやしかしね、お腹いっぱいになりましたね。あ、もう食いまくったな。タチ危ないで。ここ違う。ここ旅館。うん、旅館。チーズ、はい、オッケー、いいね。元気満々やね。うまいな、元気満々やな。いや、どっちでもいいけど、やってるんかな。やってんのか。うん。海鮮って言って。うん。で？ここにおらんかな。ん？でもな。うん。で、あの奥にな。はい。生まれたシーフがつき始めたけど。ああ、言ってたな、それ。いろんな海鮮。ママがどっち行った？うん。